それではチャゴス王子、我らに王子の持ち帰ったアルオンハートをお見せください。おお、なんて大きさだ。これほどのものは見たことがないわ。歴代の王が持ち帰ったものの中で一番大きいんじゃない？あれだけの大きさだ。かなり巨大なリザードが相手だったに違いない。さあさあ、チャゴス王子、あなたの勇気と力の証であるアルモンハートをフラビウス王にお納めください。いや、よい。チャゴスよ、これはお前が倒したリザードから得たものであると神に誓えるだろうな。もちろんです、父上。仮に協力者がいたとしても、お前が戦ってこれを手に入れたのなら、わしはお前の力を認めるだろう。だがそれ以外の方法で手に入れたのなら、わしはお前を認めん。今一度問う。戦って得たのかな？はい、その通りです。これは僕がアルゴリザードと戦って勝ち得たものです。そうか、大義であった。お前の力の証しかと受け取ったぞ。グラビウスさんは父であり王だったね、今のは。うん、この言葉は結構深いと思うぞ。父であり王であった。王であり父であったじゃないんですよね。父であり王だったなんだよね、今の場合はね。自分で、自分が言ったこと褒めちぎってもなんかアホらしいけど。今はいい言葉が浮かんだ気がするな。見たよ。見たけれども。本当に良かったのかな、これで。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ。海坊主さん、坊主海さんからのコメントです。千早さんはドラクエに出てくるモンスターで何が好きですか？ちなみに僕ははぐれメタルですというコメントいただきました。アームライオンってわかるかな？ライオンの頭に手が4つついてるやつかな？アームライオン。あとね、名前が出てこないんだけど、豚なんだけど、甲冑つけてる豚がいると思うんだよね。捨て身とかしてくるやつだね。名前が今ちょっと出てこないんだけど、そいつが好きです。あとね、ファイブのね、エビルスピリッツってやつだね。なんか蛇がいっぱいくっついたようなモンスター。あれ好きですね。あとね、一番好きなのが、キラーマシン2。今まで2は、何で見た、ドラクエの、イル・ルカだね。多分イル・ルカだな。うん。イル・ルカで初めて作って、おー、かっけーと思って。キラマシン2はずっとお気に入りのキャラクターですね。うん。同じやつでドラクエ9でもキラマシン2出てきたよね。確かね。確か出てきたよね。うん。キラマシン2が好きですね。一番はね。はい。コメントありがとうございました。では。あとこのパートなんですけど、横2画面&普通の速さがいいですっていうコメントが多かったのと、まあ等速とかですね。で逆に、高速でもいいよねっていうコメントが来てたんだけど、うん。一応等速が多かったんで、はい。この流れでいきたいと思います、ボス戦は。普通の速さの2画面でいきたいと思います。さあではやっていきましょう。待っておったぞ。一体どういうことか説明しろ。わしは屋上から見ておったのだぞ。チャゴスがバザーの行商からアルゴンハートを受け取るのをな。あやつは王家の山へ行かなかったのか？いや、ちゃんと行ったんですよね。本当に得たのはこれです。そうだったのか。自分一人の力ではなくとも己で戦ってこれを手にしたか。ならば素直にこれを差し出せばよいものを。未熟者めが。大きさなどわしは気にせんのに。こんな有様では王位を継ぐのは愚か、妻をめとることすらまだまだ早いようだな。だがこれはチャゴスの問題だ。
そなたは見事依頼を果たしてくれた。約束通り魔法の鏡はくれてやろう。正直な話、チャゴス王子に王位は即位させ、王位即位はやめた方がいいです。あなたがそのままついてた方が絶対この国安泰です。魔法の鏡は4階の宝物庫にしまってある。話はつけてあるから好きな時に持って行くがいい。その代わりチャゴスが取ったこのアルゴンハートはもらっておくぞ。チャゴスが忘れた頃にこれをネタにして叱ってやるのだよ。いつになるかわからんがな。はい、ということで4階宝物庫ですね。鍵開かないか。ここら辺はあれですね、魔法の鍵がないとダメなパターンですね。そろそろ中盤なんで魔法の鏡じゃね、魔法の鍵ももらえそうな気するんだけどな。なかなか見つからないというか、どの辺にあるんだっけね。全然思い出せないんだけど、また来なきゃいけないんでしょうな。いやいや、ん、どうしたことだ。この鏡からは魔力が感じられないぞ。これではそこら辺にあるただの鏡と一緒ではないか。もしや先日宝物庫に押し入ったという賊が鏡の魔力を奪っていったとか。いや、でも魔力を失っていてもこの鏡は王家の宝というだけで十分価値がありますよ。おや、困った顔をしてますね。もしやこの鏡に魔力が宿ってないと何か不都合でもあるとか。まさに。そうですね、鏡自体に損傷はないようですし、どうにかして鏡に魔力を与えてやれば魔法の鏡本来の力が蘇るかもしれませんよ。私の死にあたる方なら宝物庫の品に詳しかったので鏡に魔力を宿す方法を知ってるかもしれませんが、あいにく師匠は職を退いて今はこの地の西にある森の奥で隠居暮らしをしてましてね。なるほどね。もうすごいね、あっち行ってこっち行ってこっち行ってあっち行ってさらにあっち行かせるのね。さあ現在地こちらでございます。こっからですね、ちょっと小道に入っていくんでね、分かりづらいと思うんですけれども、はい、この看板がポイントですね。あとね、この舗装された道ですね、これがポイントとなってます。で、地味にキラーパンサーのイベントは裏でやっちゃう感じにしました。気になるっていう方はね、ぜひ購入されて、購入していただいてね、ご自分でプレイしていただけたらなと思います。さあさあさあ、おっと、道なりに進んでいきましょう。やっぱキラパンいると早いな、移動が楽だわ。逃げまーす、逃げまーす。この先にですね、その例のおじいちゃんがねいるんですよね。おっと、敵がねなかなかやらしい感じで配置されてくるんで、危ねえ。結構かわすの大変。マリカーやってるみたいな感じです。正直。急に出てくるからね。うわ、このカエルやばそう。着いた。美味しいミルク。うっしっし、僕はこの辺じゃ一番の天の弱で通ってるスライムだっち。君らもここに住んでるじいさんに会いに来たっちね。いえ、チェ、なんだっち。ここに来るやつは大抵じいさんを訪ねてくるっちよ。本当はじいさんの居場所を知りたいっちね。そうだっちね。ノーふん、知りたくないなら嫌でも教えてやるっちよ。じいさんなら西に進んだとこにある不思議の泉のそば。はーい、ありがとうございます。そう、天の弱だからね、いつもと違う方の回答をね、してあげないといけないんですよね。いや、多少物色した上で行きましょうか。キャプテンクローの洞窟。海賊の秘宝が欲しいなら、最後の鍵なのかな、を入手しないとダメと。まあ、魔法の鍵ゲットしたら間もないんだけどな。もう早くもそんなところまで来たか。アイドル魔法、アイドルと呼ばれる者たちがいる。うん。
アイドルたちのまとう衣装はスパンコールドレス、踊り子の服、命のブレスレットを材料として作られる。魔法学的には驚くべき現象だが、アイドルという存在自体がある種の魔法のような効果をもたらすと考えれば当て抜く話である。うまいことを紐付けたな。この実例は注意深く再考すべきものであろう。チャイニーチュチュ、あれこんな、シャイニーだ、シャイニーだ、シャイニーチュチュ、こんなの今まであったっけ。こんな防具初めて聞いたような気するけど、ちょっと作ってみたいですね。ゼシカに着せたい。マジカルスカート、これは錬金ですね。盗賊の腰身のマジカルハット、マジカルメイス、ひょ、いいねー。アメダルありがとう。一応2階も見ていこうか。西の泉言われてんのにね、物色を優先するこの主人公たまらないですね。スキルの種、おドラキーもいる。くるくるピー、とっても偉かったっぴ。そう、そのね、勤めていたっていうことをね、あ、樽があった。しまった。何も入ってないことを祈ろう。まあ、小さなメダル2枚、一部屋にあるってことはないから、とりあえず OK かな。泉が、あ、出た。これ、PS2 版にはなかったよね。この青色宝箱。多分、ナインと一緒で、時が経てば、また中身が復活するタイプだと思うんだよね。一度それでさ、金塊を入手したんだよ。だから今金塊1個あるんだけど、金塊なんだっけと思って確認してたら必要な錬金素材だったんだよね。超ラッキーだった。おお、こんな場所に人が来るとは珍しい。すごい神秘的なところで神秘的なおじいさんと会いました。いやいや、これはこれは、なんと美しい。